youtube をご覧の皆様ありがとうございます、えー、いつも氷川きよしを応援してくださり心から感謝の気持ちでいっぱいでございます御礼を申し上げますありがとうございます、えー、3月の7日に、えー、30枚目のシングルとなります男の絶唱」を、えー、発売させていただきました えー、本当に多くの皆様に、えー、お聞きいただいて、えー、オリコンの総合の初登場3位というスタートをいただきましてもう嬉しくて、えー、またその嬉しさをエネルギーにしてまた1年、えー、年末に向けて頑張っていかないといけないんですけども、えー、全国コンサートツアーで回らせていただくともう氷川きよしの男の絶を楽しみにしてましたっていうふうに言ってくださって僕の励みになっているんですけども。 えー、今回はですね、えー、30代最後のそして30枚目のシングルになります、えー、この曲をですねたくさんの方に聞いていただいて「あのこの『男の絶唱は私の応援歌なのよ俺の応援歌なんだ」っていうふうに言っていただく方が一人でも多くいてくださったら嬉しいなと思いますしたくさんいろんなところで、えー、歌っていきたいと思いますので、えー、皆様引き続き『えー、男の絶唱を 可愛がっていたただけたらえこの男の絶唱なんですけども A タイプ B タイプ C タイプとカップリング違いとジャケット違いのものになっております A タイプが超ドアップの男の絶唱僕の顔はこういう感じで、えー、写真になってますけども男の絶唱と「肩ぼれとんび」という、えー、作品になっております えー、この曲はですね、えー、こう時代物の,の作品になっていてすごく小気味よくて気持ちのいい拳がたくさんこう回せる演歌になっているので、えー、皆さんにも思いっきり拳を回しまくっていただいて歌っていただきたいと思いますそして、えー、B タイプの方が「そこまで春が」という曲が入っておりますこれは3.11の東日本大震災のことを歌った作品で 震災から6年経ちましたけども、えー、やはりあのー、この間も東北行かせていただきましたけどあの忘れてはいけないんだっていうことも感じましたし、えー、これから、えー、歌手としてそういったことをこう伝えていくっていうことも大切ですし自ら行動して、えー、東北の方に足を運んで、えー、たくさんの方に激励をするっていうこともすごく大切だなと思いましたし。えー 僕にとって「このそこまで春るが」っていう曲も大切な曲になりましたそして、えー、C タイプの方が「えー、チュラ旅」というカップリングになっておりまして、えー、先日、えー、事務所の演歌祭りで沖縄で講、えー、演をさせていただきましたその沖縄の皆さんにお喜びいただきたいということから始まりまして えー、沖縄にお住まいになられている永井龍雲さんに、えー、今回この作品を提供していただきまして、えー、東京に住んでて都会で頑張って働いてる主人公が沖縄の自然と沖縄の,あの心がきれいな皆さんの中で自分も素直な気持ちになってまた東京に戻るという。 なんか、えー、気持ちが命がもうなんか綺麗になるような一曲になっていて、まあ、どちらかというとこう歌話曲のバラード風の作品ですけどこの歌を歌った後すごく爽快な気持ちにもなりますしあのまた頑張っていこうかなっていう励ましの僕自身を奮い立たせてもらえる励ましの曲になっています。ももうどのの曲でですすね本当に素敵な作品がありますので、えーぜひ どの曲も皆さんに聴いていただきたいと思いますし、まあ、コンサートでは全曲シングルのカップリング曲も歌ってますけども、えー、またこの作品を皆さんに可愛がっていただけたら嬉しく思いますまだまだ年末に向けて男の絶唱頑張っていきますので、えー、皆さん応援してくださいねよろしくお願いします男の絶唱男の絶唱男の絶唱ですありがとうございました